ビラコッポス国際空港。ビラコッポス国際空港。ビラコッポス国際空港は、ブラジルのサンパウロ州のカンピーナス市郊外にある国際空港。所在地の名をとってカンピーナス国際空港と呼ばれる場合もある。サンパウロ市は、ブラジル最大、南アメリカにおいても最大の都市であるにもかかわらず、唯一の市内にある国際空港である。 今後ニャス国際空港は滑走路が日本とも2000メートル以下と短いため、1950年代後半から就航し始めたボーイング707やダグラス DC-8、コンベア880などの中、長距離国際専用の大型ジェット機の就航が不可能であった。その上、市内の住宅街にあることから滑走路の延長など空港の規模拡張が困難であった。 しかし、1960年代以降に、これらの中、長距離国際専用の大型ジェット機が急増することが予想されたために、これらの機材の離着陸に対応できる3000メートル級の滑走路を備えた本格的な国際港として、サンパウロ市から北西に100キロ近く離れたカンピーナス市の郊外に1960年にビラコッポス国際空港が開港した。その後は、 地元ブラジルのフラッグキャリアのバリィグブラジル航空やリアル航空の他に日本航空やパンアメリカン航空ルフィトハンザ航空やスカンジナビア航空など世界各国の航空会社がり入れたしかしサンパウロ市内から遠く乗客は今後ニャス国際空港より2時間近くかけてバスで来る必要があったためリオデジャネイロのガレオン国際空港が1977年に 拡張し、バリグブラジル航空の国際線ハブとなり、乗り入れ便数が増加して、以降は、次第に多くの乗客が、コンゴニャス国際空港で出国手続きを済ませてから、国際線乗り継き専用便で、ガレオン国際空港へ向かい、同空港から目的地へと向かう方法を選択するようになり、乗り入れ便数が減少していった。このため、1960年代末には早くも、 サンパウロ市外近郊への新空港建設の必要性が叫ばれ、その後、1970年代に入り、新空港をサンパウロ市北東部のグアルーリオス市にあるブラジル空軍基地を拡張て建設することに決まり、1985年1月20日にグアルーリオス国際空港が開港した。なお、サンパウロ市内からあまりに遠いことから、 長年ギネスブックに最も都心から遠い空港として掲載されていた。その後はシャトル便を含む国内線はコンゴーニャス空港、国際線と国内線はグアルーリョス国際空港を使用することが多くなり、その後も国際貨物便と一部の国内線が乗り入れるものの1日の乗客数は3000名程度、2008年度実績と激減し、国内、 国際貨物便の扱いが中心となっていた。このような状況を受けて、1990年代には、ボーイング747階や、マクドネルダグラス MD-11F などにも、対応できる大型貨物機専用のスポットを増設したほか、6万平米を超す広さの通貫施設や、保冷装置を備えた貨物専用ターミナルを備えるなどの設備の拡充を行った。 その結果、現在15社を超える国内外の貨物航空会社が乗り入れており、他にも多くの貨物チャーター便が乗り入れており、航空貨物の取扱量ではブラジル第2位の規模を誇る国際空港となった。その後2000年代終盤に入ると、格安航空会社であるアズールブラジル航空が東空港をメインハブ空港として利用し始めたこと、悪天候による 空港閉鎖が少ないことなどから、発着便数、利用者数は微増加傾向にあった。しかし2010年代初頭までは、国内線の発着便の多くが、アズールブラジル航空で占められていたほか、国際線の就航は皆無であるなど、稼働率は低いままであった。このために倒産した、バスプ航空や、スカイマスター航空などの廃棄もしくは、余剰航空機の保管場所としても使用されていた。 なお、グアルウリオス国際空港の開港後しばらくは、国際線の復活就航はなかったものの、2010年代に入り、アズールブラジル航空やゴル航空のほか、新たにアメリカン航空や、TAP ポルトガル航空、コッパ航空の就航が開始された。ブラジルの、さらなる経済成長や格安航空会社の増加を受けて、就航便数と航空旅客が、 さらに増加することが見込まれているものの、コンゴーニャス空港の拡張が不可である上、グアルリョス国際空港の拡張を行っても、広大なサンパウロ県の旅客を裁くだけの余裕がなくなると、みなされているため、ブラジル空港インフラ業務公社は64億、レアルを投資し、2030年までにビラコッポス国際空港を発着回数57万回、 搭乗客総数5100万人規模に段階的に拡張する計画を発表した。2015年までの期間で行われた第一次拡張計画では、1960年の開港以来、ボーディングブリッジがないままであるほか、航空会社カウンターや手荷物処理施設など旅客ターミナルの設備が老朽化してたことから、旅客ターミナルの建て替えが行われ、 メインビルディング部分の共用が開始された。さらに、第2期拡張計画では、2018年内に第2滑走路の共用が予定されている。さらに、サンパウロ市内とのアクセス工場のため、サンパウロからリオデジャネイロの間をグアルリョス国際空港経由で結ぶ高速鉄道の駅を設ける予定であると発表されている。 グアルーィロス国際空港やコンゴーニャス空港との間にリムジンバスや各航空外シャンコーによるシャトルバスが運行されている。また、サンパウロ市内とを結ぶ高速道路のインターチェンジも近くにり、サンパウロ市内中心部からは車で約1時間半の距離にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。